ドミントン、桃田賢斗、最強伝説。幼少期、名前の由来は、アメリカのコミック、スーパーマンの主人公クラーク・ケントから取ったもので、世界で一番強い人になるようにと名付けられたそうです。小学生から中学時代、全国中学校バドミントン大会、優勝、全日本ジュニアバドミントン選手権大会、ベスト4。高校時代、高校2年生、世界ジュニア選手権男子シングルス、銅メダル獲得、高校3年生、世界ジュニア選手権、金メダル獲得。2013年に NTT 東日本入社。2016年以降賭博により無期限の競技会出場停止処分。2018年に日本男子史上初となる男子シングルスの世界ランキング1位。2020年1月に交通事故に巻き込まれ右目を負傷。2021年の東京オリンピックでは金メダル候補筆頭でしたが、